台湾の対艦ミサイル UFU3 型の組み立て時に使われる角度測定器の修理が中国で行われていたことがメディアの報道により明らかになりましたスイスの製造メーカーに修理を依頼したところ中国三島省から返送されたことから中国に送られていたことが判明し懸念が広がっています台湾の週刊誌鏡週刊は4日 台湾の国家中山科学研究院が開発した空母キラーと呼ばれる対艦ミサイル UFO3 型の組み立て時に使われる角度測定器セオドライトの修理が中国山東省で行われ台湾国軍のミサイル基地の情報が漏えいした可能性があると指摘しましたこれに対し台湾の国家中山科学研究院はミサイルの位置を制御する部品ではないと説明し修理品が変装されてからの調査で 悪意あるソフトウェアなどが組み込まれていないことが確認され情報セキュリティに問題はないとの見解を示しました一方専門家は情報が漏えいした場合台湾国軍の防空など主要な軍事戦略に影響を与える可能性があると懸念しています NTD ジャパンがお伝えしました